はい、どうもさん、こんにちは、のぼるですけどね。今日もドラクエモンスターズ3、鬼畜縛りやっていくんですけども、今回はね、アグルカの研究所に行って、アグルカさんになんか研究の話を聞くみたいなとこなんですけども、その前にね、このエクサアリーナ、魔界の闘技場で E ランクに勝ち抜いてこいっていう風に言われたんで、前回とね、メンバーは変わっていないんですけども、こいつらで魔界の闘技場をね、勝ち抜いていこうかなと思います。配合しようかなともちょっと思ったんだけど、特にね、新しいモンスターとかが増えてるわけではないんで、一旦ね、こいつらで、ここの格闘場に挑んで、勝ち抜いて、てか F クラスから先にやらなきゃいけないのか。今回って E クラスに勝てっていう風に言われてたはずだよね。あれ ?F だったっけ?そうね。E クラスで勝てって言われてるから、F は余裕で勝てるんじゃないかな。逆にここで苦戦してるようではちょっと先が思いやられるんでね、さっさと勝っていこう。初戦は、そんなに強くなさそうだけど、暗闇ハーピー、ちょっと聞いたことないやつがいるけど、キャットフライ。火力はそこそこって感じか?ドルマ、21。そんなに強くはないね。ジバリア行った。ジバリアは全体攻撃ではある。皆殺し?やめて?そういうの。でも、皆殺しでこんだけしか食らわないっていうことは、大して強くないね、やっぱり。で、これジバリアが発動していいダメージ。マホトーン、効かない。オッケー。F ランクは別に余裕そうだな。とりあえず F ランク最終戦まで来たけど、メタルハンターが使ってくるのか。ちょっと厄介かもしれないけど、でもよく考えたら、うちのパーティー何だったっけ?物質切りみたいなやつあったはずだから、このパーティーには強い気がするけど、サミダレ切り。いや、割と強いか、これ。どうだろう。でも回復、今のところせずにここまで来れてるから、問題はないのかな。別にいけるか。ドルマは36ダメージ。麻痺攻撃。いや、強いな。待て。危ない。命大事にはしてるんで、それで回復してくれなきゃ困るって感じだけど、怖いよ、本当に。待って、嘘でしょ?ちょっと、マジで、言ってる。え?軽く、ひねれると思ってたんだけど。嘘でしょ?マジか。え?いや、いきなり、あっさり死にすぎじゃない?いや、これ期待を裏切らないな。マジか。F クラス優勝の商品だぜ。何くれんの?燻製肉。いや、待ってくれ。普通に F なんて余裕でいけると思ってたんだけど。え ?F すらこんな感じ?ちょっと AI 設定もう少しいじるべきだった。かな。それこそスクルトを出しやすくしてサポート頼むぞとかでやっとくべきだったのか。マジか嘘でしょ。いや、闘技場本当に強いな。舐めてかかるとマジで死ぬわ。毎ターン回復するから全然いけるだろうとか思ってると本当に足元を救われる。俺ここでオークと別れるの。オークスキルめっちゃ強かったのに。マジか。サポーターももう100まで振ってて、賢さアップも持ってたからね。こっからいい感じにヒーラーを兼業しつつ、魔法アタッカーみたいなところに育っていけたらな、みたいな風に思ってたんだけど。マジか、玉代とここでお別れになる。いや、この戦力だ、マジで痛い。ええ。玉代と別れんのか。二度と会えなくなります。はい。玉代は寂しそうに去っていった。すまん。力の種、大事に使わせてもらうわ。いや、でも F ランクであの状況ってことは、E 絶対勝てねえな。じゃあ、もうちょっと配合で準備整えないとだね。とは言っても、新しいモンスターとかが増えてるわけではないからな。増えたといえば、今、使ってるスタメンたちは増えた仲間たち、新しいモンスターではあるけども、どうだろう?なんか新しいモンスターいるか?あ、ダークキングはでもそうか。D ランクとして、それは、ダークスライム同士を掛け合わせればっていうところだよね。で、あとは E ランクだけか。なるほどな。これ待ってくれ。きちいぞ、だいぶ。ただ、フォレストドラゴン作れるんだね。こいつは、ミユー
とテールイーター、串刺しツインズ、キラーコーン、この辺と混ぜ合わせると作れるっていうことか。なるほど。まあ、作れなくはないけど今すぐには作れないのか。でガメゴンはミカコとレイコ、あーレイコかミユは使っちゃう感じか。これそうだね。なるほどな。でもレイコもミユも使いたくないな、ここの配合で。ただ特殊配合じゃなければ E ランクは割といるのか。スピンスライムとかすげえ懐かしいね。エンゼルスライムか、こいつも悪くないよな。まあでもちょっと耐久低いか。しかもレイコ使う感じか。いやちょっと待って、ダークスライムが優秀すぎるなこれ。格闘パンサーとかもいるけど、こっちはミユを使う感じなのか。え、待って、こいつ、いきなり魔法カンタ持ってる。まあ、発動はなかなかしないんだろうけど、強いな。これあれだね、最初のイベントで出てきたモンスターか。ベレスって言うんだ。組み合わせ的には、ミユを使わないと作れないのか。え、難しいな、これ。ミユと、レイコがとことん足りないっていう感じだな。レイコ、ちなみにダークスライムって、あ、ベビーサタンとそうか作ったのか。暗闇ハーピーとも作れるんだ。暗闇ハーピーはゲットしたことねえよ。でもただこれ今のまま配合してもあんまり強いやつ作れないから、ちょっと今我慢して準備してきます。でその後に配合してレベリングして、格闘場 E ランク挑んだ後に、グラコスの研究所行こうかな。マジ思ったより格闘場が強えわ。さあそんなわけでね、いろいろ準備進めてきたんで、こっから配合をやっていきましょう。まず1体目はですね、ミユーとケントを混ぜて格闘パンサー作っていこうかなと思うんですけども、ミユーがね、スキルの方が攻撃アップ1をね振り終えたんで、おそらく両親決定すると、そうだね、攻撃アップ2になってくれるんでね、まあ、こっからね、どんどん物理アタッカーとして期待ができるんじゃないかなっていう感じでございます。この武術ってっていうスキルも割と悪くなさそうなんだよなどうしよう、攻撃アップ2とアッパー武術、この3つにしてみようかな。待てよ、何にする。まあ一旦その3つでやってみるかこの武術ってのが強そうなんで、まあアッパーにあんまり振ることがなくなるような気はするんだけど、とりあえずはこの3つのスキルでやっててみよう。配合大成功しないかな。キラキラーンって言え。あ、言ってない、キラキラ言ってるけど。いやマジ格闘パンサージョーカー1以来だな。よろしくな、ナギ。で、続いて2体目のモンスターなんですけども、実はね、準備の最中に毒壺ドラゴンをもう1体作っていたんで、キラーコーンと混ぜてフォレストドラゴン、こいつ作っていこうかなと思います。まあ、最初のマップかどっかにいたのかな？あれだな、最初の魔界にいたのか。なんですけども、ずっと仲間にできていなかったやつをね、ここで配合で作っていくと。いった感じで、こいつもね、攻撃アップをね、1振り終えてるんで、まあ2になるって感じですね。ナチュラルっていうのは？まああんまり強くないか。まあそしたらちょっとフォレストドラゴンは攻撃ガンブリでいこうかな。で、最後はアッパーかサポーターかどっちにしよっかなっていう感じだけど、まあアッパーの方が強いかな。なので、アッパーでいこうかなと思います。ただこいつサイズ的にはどうなんだろうか。結構でっかくなってしちゃうのかな。そういうわけでもない、ちょっとその辺よくわかんないんだけど。あ、またキラキラ言ってる。え、また成功した。そしたらフォレストドラゴンの名前は、ジュリにしようかなと思います。で、続いて3体目は、レイコとミノーンを混ぜて、エンジェルスライム作っていこうかなと思います。まあでもこいつね、回復のコツっていう部分は持ってないんですよ。ミカワシアップとかになってくるんで、ちょっとその辺がね、まあ不便な部分でもあるのかなっていうところではあるけども、まあでも強いことには変わりないと思うんでね、まあこいつ作っていこうかなと思います。スキルに関してはまあ HP 回復と防御は確定で持たせてよくて、あと1個、どうしようか。キューピッドか悪魔のささやきだいぶ両極端な名前してるけど、まあでも悪魔のささやきの方がこの2つには合ってるのかな。ホイミとスカラをキューピッドだと覚えなきゃいけないけど、この辺は別にね、あの HP 回復とか防御とかで手に入るところなんで、まあ悪魔のささやきで行ってドルマとかをやってもらえたらなっていう感じですかね。マジで3回とも全部大成功しろ。え、マジで3回とも大成功してない？え、俺の気のせい？違うよね。そしたらエンゼルスライムの名前はナツコにしようと思います。
で最後なんですけれども、ダークスライムとダークスライムを混ぜてね、ダークキング作っていこうかなと思います。まあなぜかね、 K がダークスライムになってるかと思うんですけれども、K はね、家系を見ていくと分かる通り、あーでも分かる通りって言ってもあれかな一度ね、ボックススライムになった後、まあ、ベビーサタンになってもらって、その後に、ダークスライムになってもらいました。なのでね、このままダークキングになってもらおうかなというふうに思っております。この左のダークスライムも、作ってきたダークスライムですね頑張ってベビーサタンから、作ってきたんで、この2人混ぜて初の D ランク作っていこうかなと思います。スキルはでもどうしような。邪悪ってこれルカナンっているのかな、どうなんだろう。あでもルカナン強いかも。今回想定してるのはとりあえず闘技場だから、ルカナンみたいな全体に与えれる攻撃みたいなのが強かったりする可能性はあるのか。でもドルマが覚えらんないんだよな、そうなると。で正直それ以外のスキルに関して強いのがそんなにないもんね。皆殺しとかも絶対にできないし。なのでスキルに関してはアッパー悪魔のささやき、石頭、あでも待て、石頭で岩投げとかできるから、正直ドルマってなくてもいいっちゃいいんだよね。まあダークキングなんだったっけ、あの闇系のコツは覚えるけれども、闇ブレイクではないから岩投げとかの方が火力は出ると思うんだよね。その点を踏まえるんであれば悪魔のささやきいらないか。まあ試しに邪悪つけてみるか。ちょっと悪魔のささやきをここで捨てて、邪悪っていうスキルにしてみようかなと思いますここまでね K 育ててきたんで、ここから D ランク。またキラキラ言ってるけど、これ俺の勘違いか。俺の勘違いっぽいな。キラキラついてねえわマジか。まあとりあえず、4体ね完成したんで、レベリングしてこいつらで闘技場をね勝ち抜いていけたらなと思っております。さあそんなわけでね、一通りレベリング済ませて戻ってまいりました。まあ13レベルまで上げればよっぽど負けることないと思うけどまあでも F であんだけ強かったからちょっと心配ではあるけども、とりあえず E クラス挑戦してみようかなと思います。問題は第1試合誰が来るのかっていう話なんだけど、相手は、あなんだっけ、あいつエンタシスマンいるんじゃない、エンタシスマンじゃないか、あいつなんだったっけ、名前忘れた、エンタシスマンだわあと赤目王子とかブチュチュンパなんだそれ、若め王子とかもいるんだね。で、カブトは一発決めて、ジバリアもね、結構強いんだけど、あいつの攻撃はそこまで食らってないけど、冷たい息はちょっとだるいが、ドルマ一発いける。ナイスナイスナイス。いいよ。あー、でもちょっと面倒なところにめちゃくちゃ攻撃が偏ってるけど、お、結構強いね。しかもこいつはミラクル攻撃って言ってね。攻撃するためにその攻撃の半分、HP を回復するっていう、なかなか安定感のあるスキルを持ってるんで、スキルというか特性を持ってるんで、結構強いんじゃないかなと思うんだけど、やっぱめちゃめちゃ休まされた、舐め回されまくってるしもうただでさえ休んでんのに休ませんな。ベホイミ一発かまして、まあ、ベホイミになったのもでかいよね、ホイミじゃなくて。めっちゃ狙われてるけどベホイミだったんでなんとかなってるって感じか。ミラクル攻撃、しかももう全然ダメージ食らってないから1しか回復しないけど、バーストナイス、それでかい。カブトアリ一発いってからのもう一発カブトアリ、AI って2回連続で同じ技出すようになったの、なるほど、それともバーストだからか、わかんないけど、仕様変更があった可能性もある。いや、強いぞ、このパーティー。ただまあ、バースト来たからってのはあるのかもしれないけど、ちょっと待て、なんか、めちゃめちゃいかつくなかった相手パーティー。うわ、ちょっとシールド王が、シールド王がってもしかして結構ランク下がった、こんなとこで出てくるようなやつねえだろ。かまいたち一発来られたけど、うちの格闘パンサーじゃないです、今の。かまいたちなんで、うちの格闘パンサー覚えてないから。めっちゃ相手素早さ早い。ミラクル攻撃はいいんだけど、アンカナクルナイス。それでかいけど、ちょっと、ジバリアナイス。めっちゃ強いジバリア、マジで。大防御だるいな。まあ、でも攻撃来ないのか。それだけまだマシかもしれない。ドルも一発。ナイス、グリズリー持ってく。ジバリアもう一回行って。砂煙、やめて。オッケーゼイミス。で、普通に殴りに行って回復もして、よしよしよし、いいぞ。ただ、ナギがちょっと心配な部分はあるが、回し蹴り、オッケー、そんなに食らってない。カブトアリ、ナイス。いや、火力高え。いや、もうでもジバリアやんなくていいけどな。まあ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 、まあ、でも悪くない。相当いい流れでここまで来たぞ。準備はオッケーですね。
誰が来る？ほい。え、見せてよ。あ、いやー待てよ。なんか変なドラゴンバルーンみたいなやつもいるし、風船ドラゴンとデザートデーモン。待った、風船ドラゴンと爆弾岩ってさ、あれ持ってないっけ？なんだったっけ？最後の一撃みたいなやつ。死んだ後に爆発してくるやつ。ちょっとその辺怖いな。カブタリ一発かます。ドルマは？風船ドラゴン狙ってんのか。岩投げ、岩投げ！強いよね、そりゃね。ジバリ一発かまし、攻撃25か。いや、まあでもそこに攻撃が飛ぶ分にはね、全然嬉しいんだけど、回復できるから。あ、でも最後の一撃ないね。オッケー。であれば、この後は回復できると思うんだけど、どっちが先に動く？ジバリア一発かまし。ベホイミ、ナイス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 。オッケー。いや、ベホイミでかい。ベホイミじゃなかったらきつかったな、これ。オッケーオッケーオッケー。しかもミラクル攻撃。いいね、ミラクル攻撃超いいわ。で、これも上からベホイミかけれるでしょ？ジバリアも一発かまし。おっと？大丈夫か？まずいか？いや、大丈夫だ。オッケーオッケーオッケー。セーフセーフセーフ。オッケー。なんだなってる。でも一番狙われたくないところで狙われた。誰か持ってってほしいけど。ナイス！アンカーナックル強すぎる。でもここちょっと、作戦変えるか。ジバリア、どうせ行っちゃうだろうし、K を一体命大事に変えることによって、ホイミをかませるんじゃないかといったところ。ナイス、ジバリア！それでかい。マジ？え？あ、やれんのか？え、やれない？大丈夫？おー、怖いよ。やめてくれ。そこは岩投げしてくれ。まあ、でも、だいぶ強くなったね、うちのパーティー。ジバリアも全体30ダメージくらい出せるし。爆走バトルマシーンって言われてんの、これ。飛び切りの笑顔送ってください。あ？え？あ、見に来てんの？笑ってっけど。先の楽しみが増えたようだな。バレてんのか、やっぱり。こうなるとやっぱ、いよいよ顔隠す意味ない気がするけど。これはEクラス優勝の賞品だぜ。何もらえるんだろう。あ、世界中の入らないな。次の出場を待ってるぜ。もう、ウロかな。お前は俺様の推し。やかましいわ。まあでもなんとか突破できたね。何喋ってんだ。おい。Eクラス優勝。来たな。おめでとうにゃ。たちの実力は見せてもらったにゃ。 E クラスはなかなか強かったんじゃないの。うちたちのパーティー、うちたちのパーティー、俺らのパーティー。力のあるものの協力を求めているにゃ。そうだね。マグルカの研究所はエクサアリーナの近くにあるにゃ。行って話を聞いてくるにゃ。進化の秘宝がどうのこうのみたいな話してたしな。なんか新しい技を覚えたりするのか。マグルカ博士の手伝いができるぜ。早く行こう。もうお前はそこで置き去りにしてやるからな。さあ、おじゃる丸のとこ来たけど、お前だよね、やっぱり。まあ言った。いずこかにあれを頼める者はおらぬものか。あれ？なんだろう、あれって。ん？いかにも、魔法研究家のアグルカとはマロのことぞ。やっぱマロっていうんだな。どんな声してんだろう。え？アップになっただけ。見ろよ、本物のアグルカ博士だぞ。目の前にそんなこと言うな。そうか、そんな感じの声なんだ。音に聞こえし、あ、かの第二王子が進化の秘宝について知ってんだ。知りたいのである。進化の秘宝について知りたい。何なのそれ。お前のことはエビルプリースト閣下から。エビルプリースト閣下。そうなんだ。進化の秘宝は太古に生み出されし秘術。はん。マロはそれを現代に復活させんとしている。なるほど。その術を使った者は能力や姿形に素晴らしき変化がもたらされるという。何それ。そう、人間の血を捨て完全な魔族になりたいというお前の願いさえも叶えられる。誰がそんなこと言ったんだよ。されど進化の秘宝を作るには魔力を千年間で千年必要がある。なんだそれ。千年そんなにかかってたら俺じいさんになっちまう。の前にくたばるよ。ずる
な。時を遡る。なんじゃそれ。砂があれば千年の時でさえも一瞬で越えられる。時の砂。だが時の砂を作るには流神殿の魔界の大結晶の洞窟に眠る。はあ。五次元の結晶が必要。五次元の結晶。というわけで流神殿の魔界に行き五次元の結晶を取ってきては。なるほど。いいよ。その進化の秘宝ができるようになるんであれば。まあ俺は別に完全な魔族になりたいわけではないけど。あ、なんかくれる。お、なるほど。そこでトラベライトがもらえるんだ。はい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 、なるほどね。愛のトラベライトを手に入れた。これでかっこいい。3つの新しい魔界に行けるだろう。なる、3つの進化の秘宝に必要な時の砂を作るため五次元の結晶を取りに行くのです、ね、ロザリー毎度毎度予約してくれるな。流神殿の魔界の大結晶の洞窟に向かいましょう。オッケー、行ってみようか。待ちたぼれ。お、そうじゃ登る。マロにもアグパッドの連絡先を教えてくれぬか。何それ。なんとアグパッドを持っていないと申すか。今どき糸あわれならば渡しておこう。何それプルアパッド的なものがもらえるの。えスイッチじゃん。というかスマホか。アグパッドを手に入れた。それはどこにいても連絡が取れる魔法の道具。音が鳴った時に見るがよいぞ。ありがとうただのスマホもらった。まあそしたら新しいトラベライト使って次の魔界行ってみようぜ。ここか。ん？あ、え？何これ。あ、本当に3つも行けるようになってんの。とりあえず順番に行けばいいのかな。竜神の神殿みたいなこと言ったっけ。でも神殿はここっぽい感じもするけど、まあとりあえずは順番に行ってみるか。お？あー、やっぱ順番でよかったんだ。竜神殿の魔界初級、ここっぽいね。めちゃくちゃ桜咲いてるやん。ここが目的地か、おそらく。ロザリーは一個一個に感動するな。この魔界、魔法の気配がバチバチだ。どんな気配で。取れちゃ発見の予感。こいつ本当に。そういや、博士に頼まれた五次元の結晶は大結晶の洞窟にあるんだったな。らしいね。洞窟の方角は。なんだこいつ。おお、こっちっぽいな。頼りになるのかそれ、本当に。いいぜいいぜ。あっちあっちだ。あ、でもこの魔界、冬になったらこの水とかも凍るから、すごく歩きやすくなったりするのかな。って言っても冬になるのだいぶ後だから、あれなんだけど、とりあえず、あ、なんだったっけ、なんちゃらハットもいるじゃん。懐かしい。あ、なんだあいつ。あー、お前か。え、でもお前 C ランクぐらいだったけどさ、前は。今は何ランクなの ?C ホース ?F ランクか。F か。まあ、とりあえずスカウトは試してみるか。あ、でも 58% もいくじゃん。え、全然、あ、仲間になった。マジで、名を響かせるみたいなやつ必要なくね。あ、しかも水ゲー覚えてるんだ。シーホース。なんか全然違う洞窟来ちゃったんだけど、これなんだろう。あ？なんじゃここ。古代都市、エルガ村。エルガ村？なのか。わかんない。エルガ村。お土産いっぱいあるよ。あ、道具屋さんだったな。え、待って。エンタシスマンってそこが顔になってんの？初めて知ったんだけど。マジか。俺、あの上の装飾の部分が目なんだと思ってた。ここはどんな場所ですか？古代都市エルガ村へようこそ。ここは美しい湖に囲まれた観光地さ。とはいっても、誰が何のためにこの都市を作ったのかは誰も知らない。え？そうなんだ。さあ、なわけで、目的地までやってきましたけども、何今のゴーレム？ここが大結晶の洞窟からしいけど、てかこの結晶いっぱい感じさせるカビの匂い。あれだな、カビの匂い。まさにお宝の香りだぜ。おじゃる丸の部屋にもあったよな、この結晶。あら、何かしら、石が。危ねえな。え、後ろ。は、
いきなり？おい、ストーンマン。え？三人も？やっべ、逃げるぞ。逃げんの？逃げ場ある？この意味深なゴーレムは何なんだろうか。何なんだよこいつら。どう見てもストーンマンだよ。とにかく急いで洞窟の奥へ逃げましょう。奥に逃げたらやばくない？大丈夫かな？バレてないの？めちゃめちゃ後ろにいるけど。あいつらしつこすぎんだろ。超息切れてる。おうおうおお。すごい執念ですね。まだ私たちを探してる。また奴らに見つかる前に早いとこ行こうぜ。でも出口なくない？あそこしか。袋のネズミパターンな気がするけど、これルーラーで逃げれるんだ。あ、ドラキーとかパールスライムとかいるんだ。パールスライムちょっと捕まえとくか。なんかベリーパンサーもいたからついでに仲間にしておくわ。まあ G ランクだけど。なんかでもそろそろ敵のランク上がってきても良さそうな感じするけど、相変わらず G か、まあいても F ぐらいしかいないよな。 F もそんなに頻繁に出てくるわけではないけど、イザナイルーラー発見した。ってことはもうこの奥目的地ってこと？まあそしたらとりあえず回復だけ済ませてきたら、ここ挑みに行くか。なわけで回復済ませてきたけど、なんだこいつ。次元の結晶。五角形なんだ。なんだっけ。すんげえマジックオーラがビンビンしてるぜ。とっとと持ち帰って。ビスマス結晶的な。まあそうなるよね。おいおい。結晶ってのはいつから一人でに動くようになったんだ。気づけよ。え？何？命令。絶対排除する。ん？エルフに反応してんのかこいつ。いや待ってくれ。ゴーレムだよな。守備力ダウン効くかどうかっていうところだな。ジュリアはまあとりあえず攻撃しかないんで攻撃させつつ、カブト割りが、あ、弱点だね。素晴らしい。で、後ろ2人に関してはスクルトをぶっ放しておく形だな、まずは。で、多分相手は物理攻撃が多いだろうから、先にちゃんとスクルトをかけれるかどうか。まずいけど、大丈夫。いやー、2回行動。いや、しかも休みになっちゃったか。ただ、まあでも問題はなさそうだね。でも、兜割りが効かなかったか、弱点なのに。ちょっとそれは運がないな。まあ仕方ない。とりあえずはスクルト一発かけて、待てよ。K はスクルトじゃなくていいな。もうバイキルト書きに行こうかと思ったけど、バイキルト覚えてるね。あ、でもバイシオンの方がいいか。まあ、どっちも一緒っちゃ一緒だけど、どうするか。まあ、バイシオンにしておこうか。で、夏子にスクルトをかけさせようかな。これで一旦行こう。カブトアリ、聞いてくれ。聞かない。なんで？マジか。地響き。は？あ、でも一回行動で終わった。けどやばい、やってること。待て、なんでカブトアリ効かない？怖すぎるんだけど。うわ、どうしよう。これもうアンカナックルにしよっかな。アンカナックル行きたい気持ちはすごく山々なんだけど。あ、でもどっちみちアンカナックルって MP15 も消費するから2回しか打てないのか。じゃあしっかりカブトアリで守備力下げてからにしたいな。で、ベホイミ覚えてるんで一旦K はどうしよう。自分にベホイミかな。で、ナスコの方が多分回復力が高いはずなんで、ベホイミを自分に打っていくけど、それでも足りないな正直。まあでも仕方ない。ここはバーストナイスであれば2回動いてくれるはずだけど、怖い。危ないね。オッケー、ベホイミ一発かましい。もっぱつベホイミナイス。でかすぎ。うわー、でもそれ無駄ベホイミになっちゃった。いやー、命令しない方が良かったか、これ。命令しないべきだったかもしれないが、一旦殴りに行って、カブト割りが全然効かない。マンカダックルしに行くか。
で、バイキルト一発、じゃあバイシオン一発かまして、で、どうしよう。夏子はちょっと命令しないでおこっかな。まあ、素早さ的にどうなんだろう。微妙なとこではあるけど、相手の方が先。じゃあなおさらだな。カブトリ、怖いよ。聞いてない、オッケー。ナイス。後からでよかった。で、バイションで、しっかりと全員、攻撃力2段階上げて、ジバリア行く。ぶん殴ってて62。オッケー、素晴らしい。アンカーナックル93。でかすぎる。いやー、ちょっと待って。ミラクル攻撃はすごく助かるけど、アンカーナックルもうあと一発しかいけないね。まあ、足蹴りの方が強いかな。守備力のダメージ、あれを受けないから影響を。いや、でも、全体攻撃だからな。アンカーナックルの方がさすがに軽く出るか。で、一旦、岩投げしていいか。でも、バーストは素晴らしい。で、夏子には命令はせず行く。これでいいんじゃない？ジバリアナイス。地響き。痛いよ、それ、本当に。でも、地響きは、どうやら一回行動っぽいから、そこが、でかい。ほい、一発かます。ナイス、ナイス、ナイス。いいよ。素晴らしい。いやー、ミラクル攻撃は本当にでかい。いや、でも、タフだな、こいつ。もう、こっからは普通に殴るしかないな。そうだよね。カブトアリもいけないもんね。カブトアリはいつから消費 MP4 になったんだ。昔はゼロだったじゃん。どうしようか。ここ。ちょっと待てよ。一旦、何がアップしてるかっていうのを確認したいけど、守備力とか、あー、なんでジュリだけ切れている？まあ、ジュリは最悪守備力切れててもいいんだけど、これ守備力切れた時に守備力効果がなくなったみたいな。あれ、表記されなくなったのか？ぽいよね。俺が見逃してるだけか。ちょっとまずいけど、ちょっと待って、大切断ってさ、物質系でしょ？こいつ物質だよな。効くと思うんだけど。バイキルトもかかってるし、やってみるか。で、命令しない。これでどう？ベホエミ暴走。まあ、あんま関係ないけど。ハートブレイク。大切な。全然食らわねえわ。ダメだ。岩投げした方がいいわ。守備力が高い感じだな、こいつ。攻撃力、守備力。うわ、何も変化はないし、作るともう一回かけ直すか、ここ。そうだね。一旦殴り殴りで行きつつ、作ると二人でかけていく。で、バーストは途中でちゃんと切れるんだね。その戦い中はずっとバーストしてくれるわけではないんだ。ナイス！よかった。怖いわマジで。まあでも強いね、うちのパーティー。お、5次元の結晶を手に入れた。こんだけでいいの？こんなにいっぱいあるんだから、もうちょっと持って帰ったら楽してるわ。まあいいか。もういいよ。なんだよその日本語。これで進化の秘宝に一歩近づいたな。それじゃアグルク博士に渡しに行こうぜ。まあとりあえず目的は達成できたからいいけど、なぜロザリーを狙ってたんだろう。あ、ロザリー側にも何か。ロザリー君、エルフに涙は禁物だ。やかましいわ。強欲な人間どもが集まってきちまうからな。いねえよ人間。ベネットさん、ルビーの涙のことご存知だったんですか？知ってて。エルフの涙を手に入れれば誰でも一夜で大金持ちになれる。俺らの間じゃ知られた話さ。何も言わなかったんだね。今は泣いちゃダメだ。さっさと博士のとこ行こうぜ。なんこいつ、今更株上げようとしてんだけど。こいつ、お前が盗みに関しての倫理観欠如してることを忘れてねえからな。なわけでおじゃる丸のとこ戻ってきましたけども、持ってきてよ。その手に持つのは5次元の結晶。はよ、マロに渡すのじゃ。はい。進化の秘宝ってのは何なんだろうか。何なの？おじゃる丸とブルックが足して2で割られてる。アグルカ博士、俺にも何か手伝わせてください。あ、こいつ、コキ使っていいよ。いい邪魔である。黙って見ておれ。邪魔、俺らにとっても邪魔だよこいつ。あ、見るがよい。何これ。これぞ時の砂。進化の秘宝完成への大いなる一歩なり。心臓みたい。なんだろうこれ。博士、あっちあっちです。それ俺にもちょっと分けてくれませんか。こいつもだいぶ強欲だな。おおおお。使いこなせる代物ではないわ。なんか急に武器取り出したんだけど、何なんだろうそれ。とはいえ
お前たちには感謝する。進化の秘宝の、まだ完成はしないのか。遠からずであろう。時が来ればアグパッドで連絡する。なるほど。もう今すぐ使えるのかと思った。歴史の一証人となるのだ。今はまだ使えねえのか、進化の秘宝。すげえ気になるけどな。博士にもらったトラベライトで行ける場所がまだあったよな。うん、2カ所ぐらいあった。他のとこにも行ってみようぜ。あ、なるほど。まあそんなわけでね、またさらに2つの魔界に行くことになると思うんですけども、今回はねこの辺で終わっておこうかなと思います。まあちょっとね、珠代さんを失ったりしてしまった今回だったんですけれども、最終的にはめちゃくちゃ強いパーティーが作れたんじゃないかなと思っておりますミラクル攻撃マジで強い。ジュリに回復がいらないっていうのがすごく助かるし、ナギもね火力めちゃくちゃ出してくれて、でケイとナツコでそれをサポートしつつ、ケイがね魔法でもしっかり火力を稼げるっていう部分だったりとか、ナツコもね普通にドルマめちゃくちゃ強いし回復もねしっかり果たしてくれるっていうのがめちゃくちゃ嬉しいね。あ、待って、今特性見て知ったけど、闇のコツってブレイクの効果も入ってるんだ。闇属性の攻撃が強くなり消費 MP も少なくなる。え、知らなかったマジか。じゃあ K にドルマ覚えさせた方が良かったのかこれ俺もう岩投げでいいやと思ってたけど、やった方が良かったな多分まあでも十分すぎるぐらいの活躍はしてくれたけど、まあ今回はねこの辺で終わっておこうかなと思います。まあ次回はねまた新しい魔界に行くことになると思うんでね、まあそこでまたモンスターとかスカウトして、まあ D ランクもうちょっと増やしたいよねっていうところではあるんですけども、まあ果たしてダークスライム以外に D ランクが作れるかっていうとこだよね。まあダークスライムから D ランクに派生していくことはできるだろうけど、その前の D ランクの取っかかりっていう部分がちょっとまあどうなるかっていうとこなんですけども、まあ次回のお楽しみにというわけで、ご視聴ありがとうございました。また次回の、モンスターズ3鬼畜縛りでお会いいたしましょう。さよなら。